日本時間11月11日、MLB 公式サイトのアンソニー・カストロビンス記者は、オフシーズンの8つの大胆予想、と題した特集記事を公開した。その中の一つで、カストロビンス記者は大谷翔平がマリナーズと契約することを予想している。ドジャースが本命とみられ、レンジャーズ、ジャイアンツ、メッツ、ヤンキース、カブス、そして再契約を目指すエンゼルスなど、多くのチームが獲得に乗り出すことが予想されているが、カストロビンス記者はなぜマリナーズを推すのだろうか。カストロビンス記者は、最も安全な予想は、大谷がドジャースと契約して毎年10月にプレーするというものだろう。でも、それではつまらない、という書き出しでスタート。マリナーズのジェリー・ディポーと編成本部長は10年間で勝率540のチームを作ることが目標と話しており、多くの人々はマリナーズが FA 市場で大物選手の獲得に動かないと思っているだろう。それはまさに我々は油断させるために言っているのだと、マリナーズが大谷獲得に動くことを大胆予想した。大谷は自身のパフォーマンス以外の問題についてほとんどメディアに話さないが、シアトルの街を愛していると言ったことがあるとカストロビンス記者。2023年シーズンはポストシーズンに進めなかったが、マリナーズには素晴らしい先発ローテーションがあり、長期契約を結んでいるフリオ・ロドリゲスという格もいる。そしてシアトルは大家のアイドルであるイチローにとって永遠のホームである。地方球団のためメディアの騒がしさを避けることもできるだろう。何よりマリナーズは強打者を必要としていると、マリナーズが大谷にフィットするチームであることを強調した。カストロビンス記者は最後に、どのチームが大谷と契約するとしても、オプトアウトなどの様々な条件を含む、史上最も複雑な契約になる可能性がある、と付け加えた。